ありすぎるんですけど、うん、最近一番人生観が変わったような出来事があって、あら、で私から話していいですか？もちろんもちろん、うん、なんか、うん、ですね、去年かな、うん、めちゃくちゃしんどいことがあったんですよ、うん、辛いことがあって、うん、あもう私芸能活動も続けられるかなぐらい、結構落ち込んだ、もうこんなの人生で初めてぐらい、なんだかんだ頑張って強く生きていけてたんだけど、うん、結構落ち込んじゃって、うん、なんか何もしていないのに、何もないのに涙が出てくるとか、あら辛いね。そうそう、なんかこの出来事があったからっていうことではなかったんですよ。なんか気が入らないみたいな感じの時期があって、うん、でその時にちょっとしんどかったので、うん、そのまあ結構人前で泣いてしまったりとか、そういうこともあって、うん、で普通のお友達とかはね、あのお仕事仲間の人やお友達は私にポジティブになるような言葉いっぱいかけてくれたんですよ。やっぱり私が元気ない時だから元気を出してほしいっていうことで、うん、